はい、ということで、いきましょう。こんにちは、ゲスト対談、今日はタップダトークブルショーですけれども、はい、珍しく女性でございます。よろしくお願いします女性です。女性ね、あれ女性のゲストは初じゃないかな、はい、そうなんですか。まっちゃんが、まっちゃんが来てる、まあ、だから生徒以外でゲストっていう形で来てたら初めてかもしれません。そうですか。ライトも焚いていただきまして見えるみんな普段焚いてない。ライトが、ジョイライトを与えていただきまして、ね、ありがとうございます、タップダンス面白いチャンネルさんが、はい、というのがいらっしゃるんですけども、はい、チャンネル登録者数26,500、うん、そんなにいらっしゃるんですね。すごい、ブイブイ今言ってる、はい、タップのチャンネルの方が、はい、あの撮影ここで使ってくださっていて、うん、あー、はい、すごいすごい。それであのちょっとライトを置いていきますので、うん、あ、はー、もしよろしかったら使っていただいて構いませんって、はい、今朝連絡が入っていて、なるほどなるほど、早速使ってるすげえ役に立ってるよ、ありがとう。ということで、本日のゲストは徳川美希さん、はい、ありがとうございます。徳川美希です。よろしくお願いします。はい、はい、ということで徳川美希さん、美脚って書いてありますけど、はい、そうですね、美脚コンテスト日本グランプリを2019年に、うん、あの大会があって、はい、日本一 の, あの、はい、称号を受賞いたしました。素晴らしい美脚、はい、美脚いいじゃないですか、はい、まさにタップダンスうってつけの、うん、美脚と関係ありますかね。足、まあ、足を見せるからね、うん、あ、なるほどなるほど、美脚がいいでしょう、はい、そうですか。美脚メジャーの方が絶対有利でしょ、やっぱりタップダンスはね、筋肉は保ちつつでも贅肉はそぎ落としたいっていう感じで、うん、毎日20分マッサージして、いいですね、あのセルライトがつきやすいんですよ、女性は、うん、はい、それをですねマッサージして、まあ、やっぱりそういうのをいろいろとケアされて、はい、もちろんそうだよね、うん、コンテスト出てね、美脚コンテストだもんね、はい、美脚のための、まあ、女性なんですけどね、基本的にも出てらっしゃる方は、そうです、え、男性もいいの、男性も一応そう、時々問い合わせはあるんですよ、俺美脚になりたいんですけどみたいな今は男性受付でいらっしゃらないということで、まあ、美脚のメソッドはあのインターネットとかで配信させていただいているので、はいはい、あと本も5冊ぐらいかな、あの出してあの美脚のね、その会社様が出してらっしゃるんですけど、今素晴らしいですね、はい、美脚コンテスト、はい、出演に至って、うんうん、はい、いろいろと整えて出演されたんですよね。そう、すごい整えてすごい整えて、あの22キロ体重を落とし、太ももを 22? はい、頭おかしいですよねまあでも時々、ね、ね、やり込む方もいらっしゃるんですけど、一応太もも片方18センチサイズダウンしたっていう感じなので、18センチ、もも周り、そうですね、もも周り18、はい、そうなんです、頑張りました、マッサージしたり、走ったり、18って、はい、本当に普通に子供の足1本分ぐらい、うん、子供消えたぐらい、もいだぐらいの感じになってる、そうですね、マッサージと、あとお風呂、半身浴は結構頑張ってました。あ、やっぱり半身浴、そうですね、温める、温めて、汗かいてですね、はい、でお酒もその時は経ってました。今はちょっと飲みしてますけど、はい、今回ですね、徳川美希さんいらっしゃっていただいたのは、はい、何を隠そう、はい、まっちゃん、このチャンネルでは割と恒例になってますけど、はい、まっちゃんとお知り合い、そうなんです、お会いしてからもう 7,8 年ぐらい、結構長く経つかなと思います。芸能プロダクションが一緒で、はい、あの時々マチさん当時あの日本酒の会とかもやってらっしゃったんですよ、ね、うん、レストランとかで、はいはい、でそういうのも時々伺わせていただいたり、はいはいはい、あの同じ事務所だったのでそういうお話ししたり、ね、はい、マチちゃんご実家が蔵なの ね、うん、ね、そうなんです、すごい古くの蔵、はいはい、ということでそのつながりでご紹介いただいて、はいはい、そんな人いるのって言って出演、うんうん、ゲストで来ていただけるということで、あ、もちろんです、もちろんです、わざわざお越しいただいて、はい、とんでもないです、もう池袋は結構よく来るのと、そうそう、で普段バレエをあの、うん、やったりしてて、で町さんもバレエされるんですよ ね、うん、でそういうのもあってちょっと共通の、どこで今やってるのみたいな話したりとかしております、はい、奈美ちゃんがももにこだわって22キロ